皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのぐっちです今回は私の用具の研究で面白いことが判明しましたのでちょっと紹介しようと思います。で今日はこちらですねラザントグリップこれはアンドロさんの方で発売している最新のドイツ製のスピン系のテンションラバーです。で、えー、と私自身ですね今テンションラバーで中間コード 要するにあれなんですね硬いラバーと柔らかいラバーのちょうど中間ミドルクララスのコードっていわれるちょうどど真ん中のコードのラバーっていうのを日本中で探しましてで45度っていうスポンジのコードのラバーがちょうど中間その硬いと柔らかいのちょうど間になるっていうことが分かりましてその45度のスポンジの表記がしっかりされている日本で販売されている全てのラバーを 試しましまた45度っていう中間コードのラバーが日本国内で発売されてるのでこのラザンドグリップを含めて14種類もありました結構ありますねでちょうど中間本当にあのしっかり45度って表記してあるものだけしか選んでないんですけどあと47.5とか43と,とかのコードは入れてないです本当に中間 テンションラバーでやっぱり一番多い層はやっぱりこういう中間高度のラバーを使っている選手が圧倒的に多いですので硬いいララババーーとと柔らかいラバーどちらかどちちょっと少数派に若干なります大多数の選手が最も適していると言われている中間高度のテンションラバーその中でで今回こちらのラザントグリップを動画で私が今紹介しているということはグリップで何かしらのいいことがその中であったんでしょうっていうことなんですけど実際あの実はこのラザントグリップがですね あの十四枚のその日本で販売されているラバー、四十五度の中間コードのラバーたちの中で、あの引っ掛か,かりの検証をしました。硬くて引っかき一番引っかぶっも引っ掛か,かるのはバーグリップをおす,すめしています。で、ワールドランキングで、ね、あの柔らかくて最も引っ掛か,かるのはラザントビートを紹介しています。で、ちょうど今ミドルコード、中間そのちょうど中間幅広い選手層に最も適している中間コードの中で最も引っ掛か,かりが強いのがこのラザントグリップということが。 私の中でこの今日本の日本中のラバーの中で今中間高度の45度の中だったら14種類の国内ラバーたちのかも含めた中でグリップが一番引っかかるっていう研究結果が出ましたこれはかなりもう大きなことかなと思います硬くて最も引っかかるのはパワーグリップ柔らかくて最も引っかかるのはラザントビートで最も一般の選手に適している中間高度で最も引っかかるのがラザントグリップっていう新しいポジションが今グリップで誕生したんです。 でどうしてそうなったかと言いますとただこうドライブ打って引っかかるっていうわけじゃなくてですね14番の「ラバ」全部ロング線のドライブのかかり方突っつき打ちのかかり方などの回転量あと回転のかけやすさ回転量の強さをもうとにかくトータル的にプラスししてきましたで特にやっぱりドライブでかかる時に必要なのが突っつき打ちのドライブの回転量とロング線でのドライブの回転量。 これがやっぱりドライブのかかり方で一番皆さんが気にする二項目だと思うんですけどこの二つをとにかくもう追求しましてどのラバーもこの二つのツッツキ打ちとドライブのロング線の回転量をこう全部チェックしていきましたでグリップがそのツッツキ打ちとロング線の二つを合わせたやつでトータルして一番かかるっていうことが分かりましたあの他のドイツ線のラバー日本線のラバーであの本当に45度の高度,中間高度で どちらかならあのロング線はグリップぐらいかかるのはあるんですけど、ただ突き打ちはグリップほど回転がかからない。もしくは突き打ちがグリップみたいにぐいっとめっちゃかかるものがあるんですけど、ただグリップほどロング線のドライブがかからない。まあどちらかがあのグリップには追いついてるけど、両方突き打ちの回転量とロング線のドライブの二つ二項目両方ともグリップを超えているラバーというのは存在しませんでした。 ブレルのスタッフの方々ともテンションラバーユーザーの人たちとも一緒に打ってで同じような研究結果がグリップが突き打ちとロング線のドライブの回転量が最も高い中間高度45度って表記がされてる中での最高値のスピンそういう研究結果が出たんですなので今回このラザントグリップ新しくワールドラバーマーケットでも今まで動画を出してきていなかったんですけど ミドドドルココーーいうポジション中間コード今までの中で最も選手を使ってる選手が多いジャンルのちょうど中間コード45度というコードで最もドライブがかかるラバーとして自信を持って今回おすすめする形となりました私がラザントグリップ中間コードでおすすめしているだけでなく他の卓球ショップさん島根のサンビルアカデミーさんそしてもう一つ神戸の TTS 高橋さんこちらの 二つの卓球ショップさんの私の仲良くさせてもらっているそこの私と同じ選手として活躍しているお二方そのお二方が今現在ラザントグリップを張っていますで二人ともフォアハンドルう貼っていてとにかく回転がかかるとにかく中間コードでグリップする回転力がとっても強くかかるっていうことで用具の知識が豊富な卓球ショップのスタッフが ラザングリップを使っているといった感じになっています、ね、そちらの動画も今回出てきているということなのでそちらの動画もこちらの下の方に多分リンクが貼られていると思いますので是非よかったらご覧ください国内のラバー45度と表記されているラバー全部を試してでこれが一番ドライブがかかるということが分かったのでもう私にとってもかなりワールドラマ着てでも自信を持ってお勧めできる商品となりますプレイ動画も 今後このグリップを力を入れて出していきますのでぜひご覧ください。